こんにちは、あきです。今回はニコンの古い古い中望遠レンズで撮った写真の紹介です。今回使ったのはニコール PC8.5cmF2 っていうレンジファインダー用のニコンから発売されていた中望遠レンズです。このレンズはニコンの S 型に付けられるニコン S マウントってよく言われるけれども、そのマウントのものと私が持っている L39 だからライカのスクリューマウントですね。バルナックライカとかに使われていたあのマウント、それの2種類があります。このレンズはニコンが好きな方だったらすごいよく知っていると思うんですけれども、まあいろんな逸話のあるレンズです。それはね、ニコンの公式ホームページにもあるのでリンクを貼っておきますけれども、ニコンがね、ニコンがっていうよりはニッコールっていうレンズが世界に広まったきっかけみたいな、すごい逸話のあるレンズです。私はそういうロマンも好きなので、すごい惹かれてずっといいなって思ってたんだけれど、あともう一つね、見た目がいいんだよね。見た目がね、全部金属でできていて、これは何なんだろう、アルミ系かな、蛍光金みたいな感じはしますけれども、金属製で、で中にはねガラスがずっしりっていう感じのすごく重いレンズです。500何十グラムだったかな、ちょっとね調べてスペックは書いておきますけれども、なかなかにずっしりとくるレンズです。その方がスペック的なところを言うと、まあ、書いてある通りね、焦点距離は 85mm で、開放が F2 なので、なかなか大口径な部類じゃないかなと思います。90mm 前後だと、標準的には F2.8 とかいうのがね、レンジファインダーの時代は、まあ、普通だったっていうのもあり、それよりはね、ちょっと明るいレンズになってます。最短撮影距離があんまり寄れないっていうのは、もうほんとレンジファインダーの頃はね、それが当たり前だったので、特に他と比べてどうこうっていうことはないです。なんだけれど、まあ、今回ね、富士の XE3 につけているので、焦点距離がだいたい 130mm ぐらいかなになっていますから、そういう意味で言うと割と大きめに写せるようにはなってます。まあクロップされてるようなもんなんだけどね。そういうレンズとカメラでどこに行ったのかというと、今回は日比谷公園に行ってきました。日比谷公園ってすごい便利な場所にあるんですよね。まあ電車的にもね便利だし、しかもタダで入れるしみたいなのもあって、割とねお散歩されてる方も結構いるんだけれど、私もそんな感じでふらっと行って、ふらっと写真を撮ってみたいな感じで行ってきました。この時期の日比谷公園は何があるのっていうと、まずはバラですね。バラがね、バラ園とまではいかないんだが、花壇があって2つくらいあるんですよね。でそこにバラがたくさん咲いているのが今の日比谷公園です。このレンズで撮ったバラの写真を今ねどんどん流しているんだけれど、このレンズはね本当に綺麗に撮れますってね、なんていうのかな、自然に撮れる感じがしますね。よくねオールドレンズって結構、まあ今はもう言わないかもしれないけれども、エモいみたいなね、ちょっとふわふわみたいな感じのが多くって、私もそういうの持ってるんだけれど、この子はね本当に素直に綺麗にって撮れます。であとコントラスト高めに撮れる気もします。抜けがいいっていうのはそういう意味なのかな、ちょっとわかんないけど、かなりねこう、濃いよね、濃いね。で今回ねベルビアっていうフィルムシミュレーションを使っているので、そういうカメラ側の設定っていう意味でも濃くなりがちな設定ではあるんだけれど、なんかねやっぱ他のレンズ、まあ例えばちょっとふわっとするようなねロッコールの F1.4 とか、あるいはちょっと前にね動画で出したキャノンの 50mm の F1.8 とか、そういうのと比べるとかなり濃いなっていう感じはします。であとね、玉ボケはちょっとあれなんだけれど、でもボケ方がねすごい素直です。ぐるぐる回ったりしないですよね。なんだろうね、まあ中望遠のレンズであんまりこうぐるんぐるんするのってあんまり知らない気もするんだけれど、まあそういうのもあると思うんだ、焦点距離的なねところっていうのはあると思うんだけれど、まあかなり素直にボケてます。そういうのもあってすごいなんか自然だなっていうか、綺麗だなっていう感じの写真を出してくれますね。それは逆に言うとオールドレンズらしいねエモいみたいなのを求めて買うと、なんか違うな、なんか普通だな、なんかよくあるレンズだなってなってしまうかもしれません。こんな風にね風景っていうか木々と空みたいな感じで写してあげてもすごい綺麗に撮れます。この辺はね絞ってる時もある、 F8 とかまで絞ってたりもするし、あるいは開放でね撮ってる時もあったりするんだけれど、まあどちらにしてもかなり綺麗に撮れます。なので綺麗な現代のレンズに慣れてる人からしたら、なんかそんなにキャラが強くないなって思ってしまうかもしれない、やっぱりねこういう写りを見てるとね。だけれど私は70年前のそんなね古いレンズがここまで綺麗に撮れるっていうところにロマンというか面白さっていうか、そういうの感じる人なので、そういうの
のがね、楽しいなって思える人にはすごいおすすめなんです。そしてちょっと気が早いんだけれども、ユリの花が少しだけ咲き始めました。これね、実際に撮ったのは5月の半ばくらいなので、まだまだね、ユリが咲く季節って感じではなかったんだけれども、まあちょっとね、咲き始めてて、なんかちょっとお得な気分だなっていう感じでね、あったあったみたいな風に撮ってました。この日比谷公園のね、ユリの花畑っていうかエリアはすんごいたくさんユリがあって、なのでね、これからね、どんどん咲いてくるんだけれども、その時はね、ほんと綺麗だから、ぜひね、近くの方行ってみてください。さて、ところ変わってというか、日付も変わって全然変わっていて、これは代々木公園のバラ園です。代々木公園の方が日比谷公園よりはね、バラの本数とかはたくさんあって、すごいボリューミーな感じで撮れるんですよね。とはいえ、ここでまた撮る時の悩みっていうか、どうしようかなっていう部分はあって、今回のね、レンズがだいたい 130mm 相当ぐらいの画角っていうのはさっきもお話ししたんだけれども、やっぱね、ちょっとね、背景が割と映るんですよね。 130mm ぐらいで最短 1m、 まあ最短まで意外と寄れなかったりもするっていうこともあったりはするんですけどね、あの近寄れないとかね、そういうのもあるんだけれど、まあ 1m ちょっとぐらいの距離で撮ると、まあ、割と背景が入ってきて、で、やっぱバラって、なんていうのかな、モコモコってしてね、植わってるんだけれど、とはいえね、完全に背景をバラだけで埋められる、まあ、アングルっていうのかな、撮る位置みたいなのはね、割と限られていて、さあ、どっから撮ろうみたいなのはね、すごい悩んで撮ってました。例えば、今どうなってるかわかんないんですけど、横浜にあるね、イングリッシュガーデンとかだったら、もうね、そのものが、もう庭園って感じ、バラ庭園って感じだから、すごいね、周りも綺麗なんですよね。なんだけれど、まあ、ここって、まあ、やっぱり代々木公園の、しかも、ランニングしてる方もいれば、何してるの、遊んでる方もいれば、みたいなね、いろんな方がいたりするし、あと背景はね、まあ、そんなに別になんていうか大自然ではないんだよね、普通にね、都内の公園だからアスファルトが引いてあって、とか、あとは鉄の柵があってとか、そういう感じだから、まあね、撮る向きによってはなんかちょっとなんかじゃないみたいな感じになる場所もあるんだけれど、まあ、そこはね、ちょっと工夫しながら頑張って撮ってました。まあそういうね、細かい悩みはありつつも、やっぱりこのレンズはね、楽しいね、撮ってて楽しいよ。写りがね、綺麗だっていうのもあって、で、それがね、そんなに、わあ、すごい特徴的みたいなのではないっていうのは、さっきも言ったんだけれど、でもやっぱりね、楽しい。何が楽しいって、やっぱ70年前のレンズで撮ってるんだ今っていうのがね、楽しい。そんなこと言われたってって普通の人は思うと思うんだけれど、でも楽しいんだよ、それが。ここからは、代々木公園の緑っぽい写真です。で、さっきね、画角の話をしましたけれども、確かにお花を撮るときには、意外と背景まで入っちゃうんだよなとかね、話をしましたが、こうやってね、なんていうのかな、スナップ的に撮ろうみたいな感じ、ちょっと遠くを撮ろうって感じになると、逆にね、結構狭いなって感じる部分はあります。それはね、130mm ぐらいってなったら、中望遠もいいとこなので、まあなかなかの望遠具合の画角で撮れるわけだし、まあ背景のね、圧縮っていうのも結構効いてきてて、まあなんか、なんだろうな、やっぱ切り取るぞ、切り取るぞ、しかもあの部分を切り取るぞって本当に局所的に取るようなイメージで振り回すようになります。でね、ちょっと苦手な方は申し訳ないんだけれど、蝶々です。蝶々の写真。これはね、さすがにね、現像してます。ライトルームでいろいろといじっています。特にね、かなりトリミングをしています。まあなんだけど、やっぱり2000万画素ぐらいあるデジカメだから、多少ね、トリミングしたところで、みたいなぐらいの劣化だよね。あとは単純にピントが、ねえって感じはあるよね。まあ難しいよね。だって止まってる蝶々とはいえさ、やっぱり小さいんだよ。で、それをね、被写界深度の中に収めなきゃって思うと、85ミリの F2 なので、それなりに被写界深度浅くって、入らない入らない、なんかボケてるみたいな写真は何枚かありました。まあその中からね、うまくいったなっていうのをこうやって、ちょっと切り出してあげて、明るさとか調整してあげてってしています。ということで、今回はニコール PC8.5cmF2 っていうニコンの中ではかなり伝説的な逸話を持つすごいレンズで撮った写真の紹介でした。今回使ったレンズと同じ 85mm の F2 っていうスペックのレンズは F マウントになってもずっと残っていて、 AIS とかまで確か残っていたんじゃないのかな。今のニコンの Z マウントだと 85mm の F1.8 があるのかな。で、F1.2 はまあもうちょっと別物だからって感じはあるけれども、まあそんな感じでね、 85mm っていう焦点距離は長く長く使われてきている伝統のある焦点距離だと思います。もちろんね、ニコンだけじゃなくて、他社でもたくさん使われていて、まあそれだけね、撮りやすい中望遠なんだろうなと思うわけです。このぐらいの焦点距離だったら、開放で撮っていても、
マニュアルフォーカスで全然ピント合いますし、まあ、特にね、今ミラーレスなので、ピントのね、ピーキングとかいろんなアシストありますから、マニュアルフォーカスってあんまりやったことないんだよなっていう方でも、全然気軽に使えるような焦点距離と開放の値です。写りはね、癖が強すぎないから、かなり馴染みやすいかなと思いますし、あと何よりね、やっぱり見た目がいいんだよ、見た目が。見た目でレンズ選ぶ人にとっては、本当にね、刺さる人には本当刺さると思うんだよ。金属のね、金色でね。なので、ぜひぜひ、見かけたら拾ってあげてください。意外とね、本数があって、なんかさっきからね、伝説のとかね、すごいとか言ってるんだけれど、私はこれ、状態がかなりいいやつでもう3万円で買いました。だから、普通にね、レンズ買うこと考えたら、もうね、10万とか20万とか今するじゃないですか。全然全然、状態が良くってもそのぐらいで買えてしまうので、私としてはかなり奮発した部類なんだけれど、他のね、レンズたちと比べたらお安く感じるようなご時世ですので、ぜひね、見かけたら拾ってあげてください。といったところで今回の動画もここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。このレンズ持ってるよとかね、欲しいよとかね、使ってたよとかね、いろいろコメントいただけると嬉しいので、ご気軽に雑談でも感想でも質問でも、どしどしお寄せください。またこれからも初夏の風景とか、お花とか、まあ森とかね、撮っていきたいなって思っているので、ぜひチャンネル登録していただいて、次の動画もご覧いただけると嬉しいです。ではまた別な動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。